んにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきたいと思います。スターホースポケット、私は喜多方くるみ、よろしくね。おっと、あーと、ちょうど火が変わったんだ。プレゼントが届いてるわよ。なんで一気にもらえたってことですね。なんかスムーズなんで2回ボーナスがあるって思っちゃいますね。ログインボーナスがエネーブルさん、気合い入れていくわよ。秋葉のしきた、ウィークリー、気合い入れていくわよ。いいですね、流れが。さあ、カタナアラビアンですね。前回は WBC タフを見事に制しました。そして春競馬、春の天皇賞に挑みたいと思います。気合い入れていくわよ。大阪でもいいんですけどね。うん、いい感じじゃない。あったけですね。いい感じだわ。気合い入れていくわよ。パートナー調教です。勝負根性を上げていきましょう。太鼓だ。いい感じだわ。気合い入れていくわよ。まずまずかしら。調子回復ですね。クエスト達成よ。気合い入れていくわよ。春の天皇賞翌週です。岡部は東海帝王に乗っちゃってますね。柴田正人に何か用？
504キロでも重い。502キロか。調教忘れてしまった。今週はレースがあるわね。プラス4キロですね。さあ、ご覧の通り非常に順調です、ここまでは。ということで、春の天皇賞も東海帝王とメジオマクイーンの一騎打ちじゃないですか。92年の不安定ですね。一番人気だわ。 1.2 倍ダントツですね。投票受付を開始します。東海帝王とメジロマクイーンの一騎打ちムード、深い髪のクレッセ、メジロパーマ、大優作、伊吹舞神楽。いや、なかなか豪華だ。グリグリですね。たやすくとも書かれてます。ホワイトアローにも丸ついてますね。ホワイトアロー買おう。メジロパーマなんだ。髪のクレッセ、こういう時怖いですからね。一回でも3番か。これが東海帝王。メジオマックイーンもいます。武豊鞍上。さあ、京都競馬場3200、春の天皇賞です。白鳥が泳ぐ中を天皇賞春発走です。淀の坂越え 3200m にスピードとスタミナを競います。天皇賞まもなくスタートです。スタート、まあ互角のスタートですね。伊吹舞神楽、それから6番メジロマックイーン、ちょっとタイミングが合いませんでした。先行争いであります。メジロパーマーがかわしていきました。そして2番手に12番ゴールデンアワーであります。そのうち東海帝王、かなりの縦長になってますね。ヤマニグローバル、5番黒い馬体谷のボレロ、そして外からは神のクレッセ、それからメジロマックイーン、ちょっと離されましてバンブーギャンゴ、外を通りましてホワイトアロー、どこにいるんだろう。一番人気のカタナアラビアン、うまくいっているんではないでしょうか。その後ろ、結構後ろですね、カタナアラビアンは。新刈りから2番伊吹舞神楽であります。もう一度先頭の順を追ってご紹介しましょう。これが先頭メジロパーマー、12番ゴールデンアワー、東海帝王、それから10番ヤマニングローバル、内を通って谷のボレロ、その後ろでやりましょうか。大歓声です。そして内からは6番メジロマックイーン、それから足毛の馬体ホワイトアロー、バンブーギャンゴがそのうちにいます。まもなく第1コーナー、これが注目の馬、11番カタノアラビアン、鞍上は柴田正人、それから離されまして大優作、一番後ろに伊吹舞神楽、
ポツンって言いますね、動き前から。先頭は依然として、まあ、縦長の状態です。人も馬も一息つく第2コーナーです。差が開いて、ゴールデンアワー。そのうちに3番、もう半分は超えてますね。1400切りました。谷のボレロがその後ろ、サッカーの上り坂、君のクレッセ、内を通りまして、メジロマッキー、バックストレッチ、その後ろ3馬身くらいあって、9番、ホワイトアロー。そしてそのうちに外を回ります。今日も勝利をつかむか、片野アラビアンと柴田騎手、ちょっと離れて1番大優作でやります。そしてしんがりから2番外コースに入ってきました。展開です。前でありますが、前4番メジロパーマーレースを引っ張るようになりました。この辺りちょっと離れている12番ゴールデンアワー、その大外をまくってきますね。そして4番手に10番ヤバニングローバル、内から8番上野、さあ伸びきれるか、ちょっと逆に下がっていくように見えるが、さあここで一気に背足を出してきた東海帝王がいい足だ。伸びきれ、届いてないんじゃないの、届いてない、帝王ですね。帝王か。次は見返してやりましょう。1着3番、2着11番、3着6番。悔しい。レースを終えた馬が戻ってきたわ。いい感じだわ。大根、いい感じだわ。クエスト達成よ。気合い入れていくわよ。